朝刊チェック9月6日金曜日配信分です。5秒前、4、3。おはようございます。時刻は8時23分から24分になろうとしています。天禄てんこ盛りスタジオから朝刊チェック9月6日の金曜日、今日が1071日目の連続配信でございます。まもなく丸3年を迎えます。コモさん、小森康則です。さて、今日は毎日新聞を買ってまいりました。朝刊チェック、朝日もそうですが、 US スチールの買収阻止へというバイデン政権の発表ですね。沖縄米兵6月に性暴行を疑い、立憲民主党の代表選挙明日告示などが一面に躍っております。ごめんなさい、ちょっとこのところ斉藤兵庫県政の問題に追われておりまして、日本のニュース、自民党総裁選挙を含めて世界のニュースを追い切ることができないのですけれど、ただ今日一つ山場を迎えます。百条委員会に片山副知事と斉藤知事が出てまいりまして、まあ、公益通報の問題ということが、まあ、テーマにはなるんですけれど、ちょっと大きいことがありまして、でこの後アーカイブでは2部構成でお送りをしておうと思っておりますけれども、ちょっと大きなことをですね、お話ししようと思っておりますんで申し訳ないです。ただ、まあ、朝刊チェックなんで、昨日朝日新聞が新聞協会賞を取ったというお話をいたしました。毎日新聞が9年連続というのを逃したというお話をさせてもらったんですが、そこでちょっと大事な話で、私は、まあ、朝刊チェックなので朝刊がないと困りますので、夕刊はどんどん全国でなくなっていっていますが、朝刊までなくなってしまいますと私もおまんま食い上げになってしまいますので、ちょっと苦言を呈させてもらいますが、政治と金のキャンペーン報道で朝日新聞が新聞協会賞を取ったというのですけれど、実はもう皆さんもよくご存知かと思います。朝刊チェックでもずっと取り上げておりましたが、自民党のそのキックバック云々の政治と金の問題というのは、神戸学院大学の神明教授と新聞赤旗が一生懸命報じて、新聞赤旗日曜版がスクープをして、でそれでもどこも追いかけてなくて、でまあその後検察が動き始めてるっていう、まあそういういわゆる検察ルートの通通カーカーの、まあまあそら向こうにも東大出の人がおって、朝日新聞にも東大出の人がいるんでしょうから、同期の人とかがおって情報をリークしてもらってやったっていうのが、朝日新聞の新聞協会賞を取った、それも自分たちで今年の新聞協会賞はこれ出します言うて、うちはこれでいきます言うてもらいはった新聞協会賞なんで、そらやっぱり新聞赤旗さんに日曜版に、いやー仁義切ってですね、ありがとうございましたと、おかげさんでうちが偉そうに朝日新聞でございますって言えてるんですけどって、それはまあ皆さんのおかげなんですっていう、まあそれもないのが東大での多い朝日新聞なんかなと思って、日本新聞協会の加盟各社っていうのを調べますと、以下の会社でございます。朝日新聞東京本社、これは東京地方ですが、朝日新聞東京本社、毎日新聞東京本社、読売新聞東京本社、日本経済新聞社、東京新聞、産経新聞東京本社、産経スポーツ、夕刊フジ、ジャパンタイムズ、報知新聞社、日刊工業新聞社、日刊スポーツ新聞社、日刊スポーツ新聞社、スポーツ日本新聞社、東京スポーツ新聞社、水産経済新聞社、東京ニュース通信社、日本農業新聞、共同通信社、時事通信社、NP 通信社、
日本放送協会 TBS テレビ文化放送日本放送日本テレビ放送網富士テレビジョンテレビ朝日テレビ東京 FM 東京東京メトロポリタンテレビジョンワウワウ日本 BS 放送赤旗入ってないんですね。赤旗入ってないんです。まあだからそら新聞協会賞はもらえないんですが、赤穂新聞は入ってんのかな。どうやったかな。そういうことですか。まあどうすかね。どうすかねこれね。赤穂新聞は入ってないですね。まあ人の手柄をね取っていってさあ自慢するのはどうかなと思いますけどね。まあまあそんなさまざまな視点で、お届けをしていますのがこの朝刊チェック。すべての原点はコモさん私の違和感ということでございますので、はい、兵庫県政の文書問題百条委員会のお話をしてまいります。まず昨日井本総務部長当時がですね、欠席をしてしまったという残念なお知らせを速報でいたしました。誠に残念であります。まあ逃げたとか、隠れたとか、仮病化とか、まあまあさまざまな怒りのコメントチャットが届いておりまして、私はまあそれを見るにつけ胸を痛めております。プライバシーの保護でですね、パーテーションがされてたりとか、そういうことはまあその最低限の、まあ、民主主義国家といいますか、なんというか、要は庶民を名乗る正義感が暴走をして人に石を投げる、言葉の石を投げるっていう、もちろん悪事があったかもしれないというその疑惑が百条委員会の発端、告発文書の扱いについてということなんですが、誰が決定したわけでもないのに今ご覧のあなた方の100人に1人1000人に1人がそういう言葉の意思を投げつけているっていう、こういう人が戦争やれって言うていつも言ってますが、もっとやれって言うて、そしてあいつらを虐殺しろって言ったりとかっていう、こういうことなんだなっていう非常に恐ろしさを私は感じております。そしてまあ100人に1人1000人に1人のそういうやつらは置いといて、残りの999人の皆さんと冷静に話をしていきたいなと思うのが私の姿勢でございます。現在2171億人の方にご覧いただいておりますが、ポチッといいねが278、私のこのポジションでいいなと思う方いらっしゃいましたら、どうぞポチッと高評価をお願いをいたします。で、井本総務部長がまあどのように出ないと言ったのかっていうことについて、ではまず確認をしていきましょうか。昨日の午前、奥山先生のご講演というか参考人としての授業がある前にですね、奥谷委員長からこんな風な発言があって、井本さんが来ませんという話になりました。では確認をしてみましょう。本日は法的アドバイザーの丸山剛弁護士に出席をいただいております。それではタブレット端末の資料00の議事順により本日の議事を進めたいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。はい、ではそのように進めさせていただきます。まずは証人の不出頭についてであります。本日は証人として兵庫県総務部付井本千秋氏の出頭を求めておりましたが、9月4日議長宛て安全面への懸念及び心身の不調のため出頭できないとの申し出があり、議長より委員長にこの旨通知がありました。
このことについて事務局より説明をお願いします。はい、事務局お願いします。兵庫県総務部に野本千秋氏から令和6年9月4日付で一応宛に決着届が提出されております。届出に記載の内容は以下の通りです。令和6年8月30日付評議第1521号の5で通知がありました。令和6年9月5日の文書問題調査特別委員会への承認出頭については下記の理由により出席できないので届け出ます。理由1、私に対する殺害や身体に被害を加えることなどを予告する複数の連絡等があるところ、私の心身の安全のみならず被害の出席者等への被害も懸念されるため、2、心身の不調が回復しないため、記載内容は以上になります。以上で事務局の説明は終わりました。この際お諮りいたします。証人稲本氏の不出頭についてはやむを得ないものとしてこれを認めることとし、稲本氏の証言を求めることについては病状の経過によるところになりますが、実施方法等のその取り扱いについて今後の委員会で改めて協議することとしたいと考えますが、これにご異議ございませんでしょうか。ご異議ないと認め、そのように決します。はい、茶番だと怒りの方はいらっしゃるかとは思います。それは当然そうなんですけれど、結局、まあ、その心身のことっていうのはまあ正直わからないところで、政治家とかがよくそうやって逃げるじゃないかと、金出したら医者は診断書書いてくれるのかという話はまあ毎度出てくるかとは思います。ただまあ一方でその身の危険ということについて亡くなったお二人のことを引き合いに出すのはまあそれは分かるんですけれども、ただあなた方がこうやってネット上あるいは電話をかけたりとかっていうようなこと、あるいはまあ手紙を書いたりっていうことで追い込むことが猪本氏をして身の危険を感じるっていう話なんで、その辺のことが分からへん人らが一定数いるんやなっていうのはもう本当に毎日この問題をやっててほとほと疲れ果てるという、私のまあパワーの源にも逆説的にはなるんですが、こんな人らがいるんだなと、それで逆に言うと猪本総務部長に逃げ口上を与えているんだっていうことが分からんのかなとつくづく思うんですけどね。まあまあ本当にどこまで心身あの状態が悪いのかは、まあ、診断書は提出されてるんですがそれは分かりませんけれど、やり方を、まあ、考えて、また後日改めてということになるわけでありますね。で、まあ、毎朝この朝刊チェックをご覧いただいている方は3月の段階から私が、斉藤知事、片山副知事ら、あるいはその後牛タンクラブと呼ぶんだということを知りましたけれど、彼らがいかに変なことをやっているのかっていうこと、特に僕は3月の20日、斉藤知事がこの告発文書を手にしたところからですね、の異常な堅調の中のことっていうのが、特にまあ4月から5月の7日処分、懲戒処分が出るまでの1ヶ月半ほどっていうところの異常さっていうのをあぶり出したいと思っているわけですけれど、ただ一方で、まあ、この中には数としてはあんまりいらっしゃらないのかもしれませんけれども、やはり擁護する人たちがいるっていうことですね。で別にまあ僕は変なバランスをとって両論を併記しましたっていうような薄っぺらい放送のようなことはしたくありませんので、何を言ってはんのかということを、まあ、先に言っときますね。でもまあこの後私が再現する3月25日の西播磨県民局における片山副知事の斉藤知事の命を受けた片山副知事の恫喝
音声再現というのを聞いていただくと、この人らの言ってることはもう、まあ、完全に、まあ、論破でもないですけども、もう論破ルームで、もうロバ君が出てくるかっていうような、あ、そんな話なんですけども、斉藤知事の報道に対して様々なポストを見て感じるのは、何一つ証拠が出ていないのに記事や報道をそのまま事実として受け取る人間がここまで多いのかということ。そりゃ健康食品とか詐欺がなくならんわ、騙すのが簡単すぎるという書き込みがありまして、それを上山真一、慶応義塾大学名誉教授ですね、維新べったりの人でありますが、まあ、この人ずっと、まあ、まあ、若干の路線変更はありますけれども守ろうとしてるわけですね。全く同感、マスコミ報道を丸ごと信じる素直な日本国民の姿は心配、これだから振り込み詐欺に簡単に騙されるわけだ。なるほど、まあ、こんな風に言って仲間内の結束を確認してはるなあという風に思うわけですね。で、まあ、まあこの人らからしたら、お前らが手組んであることないこと、噂話に過ぎないこと、一個一個無実であるということが分かっていっている、その噂話で知事を責め取るやないかと、まあまあおっしゃるんでしょうけれどね、まあ、上山先生がこれをご覧にはなってないとは思いますけれども、さあ、まあそんな中、私なりの違和感をベースにやってまいりますね。時刻は8時40分でございます。で、奥山教授さんでございますけれど、昨日、朝10時から、百条委員会のメンバーにですね、公益通報とは何たるかっていうことを、教えてくれはった人でございます。どんなことを、言いましたかと言いますと、今日は毎日新聞は第二社会面に原田産業労働部長のことも含めて、まあまあ新聞でいうとこのぐらいの記事になるのかな、1分間の、テレビでいうと1分のストレートニュースではなくって、まあ3分ぐらいやったかないうような感じですかね。まず昨日午前には公益通報制度に詳しい奥山俊博上智大学教授が参考人として出席。奥山氏は、告発者の特定を含めた内部調査は公益通報者保護法の指針が禁じる通報者探しにあたると指摘。兵庫県の対応について、告発を公益通報に該当しないと判断したのは拙速で、知事らの振る舞いは公益通報者保護法に違反すると指摘しましたというふうに毎日新聞はこの部分をピックアップしております。まあ、昨日の夜にもお話ししましたように、他にも、独裁者が、反対するやつを粛清するようなもんだと、あるいは公務員としてあるまじきことだというようなことを3月27日に、斉藤知事が言ったのは、それは公開パワハラであると、それこそが公開パワハラであるというようなことをおっしゃいました。なるほどと、拍手を送る方は多いのかと思います。一方でじゃあこの奥山先生って誰ですかという人もいるんですね。で、まあ、大阪はじめさんっていう人の、ツイートが、まあ、勝手に上がってくるんでフォローはしてないんですけど、なるほどこういう考え方はあるのかと。紛れもなく法律のスペシャリストである兵庫県の特別弁護士藤原さんですねの意見はろくに報道されない一方、元朝日新聞記者で文学部新聞学科の教授という完全に法律の素人を専門家などと称してメディアでご利用し、
この国の報道マジで終わってて笑うよと、まあ、まあまあこの人のねその維新支持は万博の問題とか吉村さんとか横山さんの言ってることの大雷さん、は本当に見てて食べてるパンが出てくるようなことが多いんですが、なるほど、まあ、確かにその上智大学教授で公益通報制度に詳しいって、学者さんかなと思えば、まあまあ教授といえば学者なのかっていう話で、まあ、元アナウンサーでなんとか芸大の教授やってる人らいっぱいいてはるんで、まあまあまあ失敬ですが、あこういう人らでも教授になれはんねんなとはまあまあ僕はまあ若い時から思ってました。ごめんなさいね、すみません、つい本音を言ってしまってます。なのでまあまあ教授っていうのがね、ミュージシャンの教授はまあそれはそれとしてですね、うん、果たしてどこまで学者なのかという話はあるかとは思います。でまあ確かに調べてみると奥山先生っていう人は先生だし教授なんですけど、1966年岡山生まれで1989年東京大学工学部原子力工学科を卒業して、で新聞研究所を修了し朝日新聞に入社、水戸支局から福島支局、東京社会部、大阪の社会部にもいらっしゃったそうです。特別報道部などで記者をしましたという人なんで、で、まあ、パナマ文書のこととかもやってありますから、もちろん全くの素人じゃないんですよ、ど素人ではないんだけど、あこうそういう見方もある。確かにだからどういう人を読んで何を言わすのかっていうことで言うと、それはまあ朝日新聞の記者やってた人が大学の教授になって今回の問題をやったら、そらそら知事あかんわなっていう話をしはるわなとは思いますわね。それはね、それはまあそうだと思います。そこはで、まあまあその上での話、その上での話です。その上でそういうご意見があることは真摯に受け止めつつ、真摯に受け止めつつ、まあ、町の噂話もまとめていこうかというのが、まあ私の、長官チェックでございます。お待たせしております。もう話の本題に入るのが、まだまだ本題に入れないですから今日はね、だいぶ後になると思います。これから原田産業労働部長の、尋問を聞いてまいります。毎日新聞のまとめ記事で言いますと、原田氏は証人尋問で知事のほか疑惑を指摘された片山副知事、小橋当時の総務部長、井本当時の県民生活部長、と3月21日知事室で対応を協議したと証言。知事から文書の出どころと事実関係を調べるよう言われたと述べまして、で21日の夕方には文書を作成した候補として西有馬県民局長の名前が挙がったということ、そしてまあコーヒーメーカーについても証言をしております。2023年去年の8月知事が県内の企業を視察した際、コーヒーメーカーの受け取りを辞退した上で原田部長に、みんなが見てる場所で受け取れるはずがないだろう、秘書課に送るよう言っとけと指示されたとされていた問題について、県の製品の PR になると思い自分宛に送ってもらって、秘書広報室長と相談したが返すことになったのでそのまま忘れていましたと、まあまあ従来言っているような主張をしております。一方斉藤知事はこの証人尋問が行われた後、神戸市内で、報道陣の取材に応じました。部長が返し忘れたのを知ったのは4月15日頃、3月21日に指示した記憶はないと否定をしております。嘘800ですね、そんな内容でございます。ただこの1時間ほどの尋問の中で最後のところで、県民局長の西有馬県民局長のプライベートな話、まあ、もう僕はもうそこは本当に、みんな大人としてそこは今回のことについて関係のある話ではないので、そこはもうやめときましょうということをたびたび言っております。まあ、こうたびたび言うこと自体が
プライベートな内容というところに下世話な関心を寄せられることのきっかけになるのは分かってるんですが、まあ、そこはまあまあ、まあ、まあ大人なんだからという話ですね。でそれを誰から聞いたのかというふうに言われて、1時間の最後の方で今から聞いていただきますけれども、人事課長とかその下の人とかから聞いたって言っちゃったんですね。でまあそれは言っちゃうまでの合間の時間を考えると、なんて言ったらいいのかって思い悩みながら言ったっていうのは、編集されてないデータを聞くと分かるんですけど、編集されたところで言うとここは人事課長から聞いたんだっていうふうになっちゃうんで、質問と答えの合間をカットしてしまうと。で実はそれは間違った情報でしたと。まあまあ頭真っ白っていう言葉が出てくるんですが、頭真っ白になって違うことを言ってしまいましたっていう訂正を、昨日の原田産業労働部長の会見の後、奥谷、委員長が、まあ、この人も弁護士の人ですが、奥谷委員長がそこを訂正をしておりますんで、まずすいません、順番から言うと逆になるんですが、訂正のところから聞いていただいて、その部分は訂正するんやぞと頭に入れていただいた上で、原田産業労働部長のへの尋問を聞いていただこうというふうに思います。では昨日の夕方、言うときはもう夜ですかね、原田産業労働部長への尋問を終えた後の奥谷委員長会見から冒頭の部分、間違ってることを言ってるんでそのままにしないでくださいねと、報道陣の皆さんもそこは違いますってちゃんと分かって言ってくださいねと言った部分から聞いてくださいませ。ややこしくてすみません。よろしくお願いします。文書問題調査特別委員会委員長の奥谷健一と申します。まずちょっと冒頭申し上げたいのがですね、ちょっと皆様にご協力をいただきたいんですが、今日原田産業労働部長の証人尋問がありまして、原田産業労働部長はですね、元県民局長の、調査資料自体は見ていないけれども、まあ、そこに含むプライベート情報を含め、人事課の課長それから副課長からそのことを聞いたと、概要を聞いたという証言をしておりましたが、後の証人尋問で、それがその証言が誤りであることが分かりました。で今人事課に、多数の抗議の電話がかかっているようで、このサラダ原田産業労働部長の証言については誤りですので、その、まあ、訂正の報道といいますか、それを皆様にもぜひともご協力をいただければと思っております。今のところ我々の委員会の方には訂正の申し出は出てないですね。証言を訂正する等々の申し出は出ていませんが、原田産業労働部長から証言を訂正するという申し出があれば対応したいと思います。まず私から冒頭そのことはちょっと皆様にご協力いただきたいということで、申し上げさせていただきました。はい、ということでございます。でもこの後また進展がありまして、本日9月6日もう一度この部分につきましては原田産業労働部長が出頭をいたしまして、すいませんと、まあまあ頭真っ白になってたので、違うことを言ってしまいましたと、パーテーションで隠れてましたんでね、パーテーションで隠れたところでの話で、横に弁護士はついてたみたいなんですけども、そのここの隠れたところでの話だったんで、横にそのささやきおかみがいてたっていうところが我々からは見えてなかったんで、まあ奥谷委員長からは見えてたのかもしれないですし、ひょっとすると透明人間のささやきおかみだったのかもしれないですね。頭真っ白、人事課長。
まあまあちょっとその辺のところがわからないんですけど、まあまあそこは誤りであるということなんで、まあまあこれはもうあの全体の流れから言うと、もうサイドの話、枝葉の話でございます。ではやはり、まあ、非公開で行われているものとか、あのインターネット中継がされてないものもあって、先日30日の百条委員会に私も行ってきた時に、ああなるほどと、あのテレビでは流れてないけど実際に県の職員の人たちが出てきて言ってること、そのやり取りを聞いてると、まあ、ニュースで切り取られたその部分を判断するというのとは違って、全体の流れとしてやはり大きな問題が県庁にあったんだなというところを文脈で読み取ることができるわけですけれど、まあ、皆さんにもぜひそういう聞き方をしてほしいなと。一個一個個別具体的なことをもちろん調査して報告をしていくんですが、そこはもちろん大事なんだけど、誰が嘘ついてるかっていうその嘘の内容を精査することとは別に、こいつらは嘘ついてんねんな、この人らは正義をで言ってるんだな、あるいはこの人らは足引っ張りたいと思ってんねんなとかっていう、そういうその感覚というか、私の思う違和感もそこにあるんですけど、そういったあの感覚を研ぎ澄まして聞いていただければなというふうに思います。昨日9月5日に行われました原田産業労働部長に対します百条委員会での尋問の様子でございます。それでは私から総括尋問の項目についてお聞きをしたいと思いますが、まず冒頭申し上げたいことはですね、都合の悪いこと、まあ、特に記憶にない、はっきり記憶にないで答えられないという、証言するというスタンスでですね、まあ、本日望んでおられないということでは私は信じておりますが、まあ、これ仮にですね、記憶があるにもかかわらず、意図的に覚えていないというのは、まあ、偽証になると思いますので、これは注意喚起しておきます。で、これは、原田氏は、警察の方に事情聴取を受けております。で、警察の方に何を喋ったのか。これですね、事後的に検証した場合、その時は証言し、供述しているのに、この場で覚えていないというのは、これは、偽証と評価せざるを得ないと私は考えております。その点はあくまで注意喚起でありますが、十分に気をつけて、本日は証言していただきたいと思います。はい、すみません、まだあの原田さんが喋ってないところから恐縮なんですが、あの奥谷委員長がこれまでの、まあ、議事進行するためにあの いろんな段取りのことを言ったりはせなあかん、原稿を読んだりするっていうこともあるんですけど、あのいつもになく原田さんのところはもう今この段階からもう圧かけてるなっていうのはありますよね。それは何でしょうか、その職位の違いみたいなところがあるんでしょうか、知事に対することとかですね、ちょっとなんか違う感じがあります。お前嘘ついたら承知せんぞって、お前分かっとるやろなって、あの一応偽証したらとかいう、そういうこと言ってることちゃうねんぞお前、分かっとるやろなみたいな、まあなんかそんなことをちょっとまあ感じるところではありましたですよね。ではやり取りを聞いていきましょう。私の方から3月21日の協議について広域通報に関連して質問させていただきます。知事が県民局長の告発文の存在を把握して、次の日の3月21日、文書に対する協議が行われたということで間違いないでしょうか。間違いません。はい、協議に加わっていたのは知事、片山氏、小橋氏、井本氏、それで原田さんということでよろしいでしょうか。大丈夫です。はい、その時、告発文の内容は見られましたでしょうか。初めて見ました。はい。内容を見てですね、コーヒーメーカーの受領のことでご自身の記載があったと思いましたが、そのことはどう報告したんでしょうか。知事含め同席の方にですね、コーヒーメーカーの件を、私が返却するのを失言していたということで、まだ、産業労働部のところにありますということで、謝罪をさせていただきました。知事からそのように、どのように言われたんでしょう。どんな反応だったんでしょう。知事からはですね、確か返却するように指示したよねっていうことを確認されたのと、そういうことで、まあ、その上で私が失念したんで、その、まあ、確認、
謝罪、返却することを指示したよねっていうことは確認されました。はい、わかりました。コーヒー系のメーカーのことですが、また事後的にお伺いします。この時の3月21日の協議で、片山副知事が、元県民局長がこの文書を作成したと、推測した、予想したということをお聞きしてますが、事実でしょうか？ちょっと結果はですね、最初に、僕も片山副知事に呼ばれまして、で、文書を見せられて、その出どころだったりとか、事実確認をされました。で、その後に知事室入ったんですけども、その時はですね、まだ誰がとか、そういうことは分かってなかったと思います。いや、だから、予想したのは正しいんでしょうか。片山副知事が当時、元県民局長が作成したと予想したという事実は正しいんでしょうか。はい、確か夕方にまた集まった時に、みんなで、元局長じゃないかという話はしたことを覚えてます。それは3月21日の夕方ですか？はい。はい。はい、それはなぜそういう予想をしたんでしょうか？文書の内容を見た時に、いろいろと、我々の名前が、特に多く書いてましたので、近い人物じゃないかと。それと人事の話があったりとかですね。そういったことを、総合的に考えると、元局長ではないかというような、その時は推測ですけども、話になりました。人事課が、その1年間ぐらいですね、元県民局長をマークしていたとか、そういうことではないんですか？それは私はちょっと知りません。はい。その協議で、結局どうすることで、元県民局長が作成したじゃないかということになりましたよね。その後どうすることになったんでしょうか？その時はですね、確かメールを調べるっていうようなことになったと思います。まずはメールを調べるという、はい、それは知事からの指示ですか？そこはちょっと覚えてません。本当に覚えてないですか？はい。知事からは、出どころとか事実確認を、調査しようっていうことは言われたと思うんですけども、その事実確認ってのは何の事実確認ですか？内容のです。文書の内容の。文書の調査を命じられたということですか？文書の内容はこれほんまかなみたいな話をちょっとこう、ちゃんとこう、押さえていく。ちゃんと答えてください。客観的に見て、調査全くされてないんですよ。文書の内容の調査。何にも出てこないじゃん、4月2日まで、ね。今後していこうっていうことを、今後していこうということを指示されたと思ってます。その時に？はい。今後していこう、はい、文書の内容の調査を今後していこうですか？僕らが知り得る限りで、これ一個一個に、この文章は正しくないっていうことは、ちゃんと押さえとかなあかんよねっていう話はしたと思う。ちょっと意味がよくわからないんですけど、はい、結局その後、メールの調査っていうのは、はい、その文章の作成者を探してますよね。はい、結局その話をしたんじゃないですか、その協議。だから同時並行です。同時並行、はい、同時並行だったらなんで文章の内容の調査はその時、いや、何もやってないんですか？ 4 月2日まで全く出てこないんですよ。そこはすいません。私は直接の担当ではないんで。いや、担当ではないって、あなた協議入られてるじゃないですか。はい。それは、最初に、文書が主産業労働部関連が多かったので、それのことについて、事実確認なりで、呼ばれたというふうに認識します。いや、だからその協議でどうなったの？作成者を、文書の作成者を探そうということになったんでしょ？まあ、そういうことです。それ誰からの指示ですか？知事からというか、結局その全体を調査しよう。ちゃんと答えてくださいね。はい、私聞きましたよね、誰かの指示から。はい。だから知事からの指示なんですね。トータルとしてはそうです。ね、やっぱりもう勢いがあるでしょ、勢いがあるでしょ。で、言ったことに対してのラリーですよね。どっちかというと、テニスぐらいのところのラリーじゃなくて、もう卓球でのこう、はい、さあっていうか感じのこうパンパンってこうね、場合によっては2球打ってしまうみたいな、そういう感じのところであります。今大事なところが出てきました。3月の21日の段階で知事から文書の出どころは誰なのかということを調べろという話が出てまいりました。まあ、実は後半、その3月25日の西有馬県民局で行われたですね、48分10秒という、文春は4分弱を公開してるんですが、その48分10秒間の音声を聞きましたので、その中で出てくる内容を後ほど再現をいたしますが、それを聞くと、もう実はもっと前から彼らは、恐れおののいていたということがわかります。恐れおののいていたというか、反幕心を持って牛タンクラブは
強い結束を持ちながら反斎藤派に対して、ファイティングポーズを取っていたということが、まあ、分かっていくわけでございます。結構今日これ、まあ、百条委員会まだあと1時間ほど経たないと始まりませんけれど、私大事なことを言うと思いますんで、引き続きご視聴くださいませ。よろしければポチッといいねを押していただければより多くの人に配信が伝わりますので、現在4653億人の方にご覧いただいておりまして、同時接続数も20何位というふうになっております。ポチッと高評価をよろしくお願いいたします。現在662いいねと生配信ではなっております。では引き続き奥谷委員長からの質問、そして自民党へと質問権が移ってまいります。昨日の百条委員会のお話でございます。これ3月22日の、何ですか、ちょっとそうなんです。いや、ダメです、ダメです。何ですか、弁護士。何ですか、いや、どういう趣旨なんですか、相談ですか。直接喋っていいですか。ダメです。今、言ってください。はい、いいんでしょ。出所の調査をしようという話になったということと、メールの調査をしようという、また段階が、別の話。あ、それは弁護士さんの意見分かりました。はい。よろしいですか、進んで。進みますね。で、3月22日にメールの調査をされてるんですよ。メールの調査をね。で、その時に原田部長の方から特定の産業労働部の職員に対してのこのメールの調査の指示が人事課に行ってるんですよ。これ事実ですか？事実です。これなんでこの特定の産業労働部の職員のメールの調査をしたんですか？内容からして、この、内容で、まあ、その職員が書いたとは思いませんけども、職員の方から情報を誰かに渡したっていう中の可能性がある候補者として挙げさせていただきました。だから結局文書の作成者の犯人探しをしてるんですよね、その時。そうそうそう。認めた。そうなんですか？いや、だから、犯人というか、出所なり、その書いた人を探そうというのは事実です。事実です。だから、そこに向けて、いろいろ、文書の作成者を探そうとしてたんですよね。はい。はいはい。で、あ、そもそも、なんで原田部長が人事課にメールの調査の指示ができるんですか？僕、メールの調査の指示はしてません。人事課はそう言ってますよ。いや、候補者として、この人たちを挙げたということで、僕、調査、メールの指示をする権限がありませんので、で、誰か心当たりあるかということで、名前を挙げさせていただいた。誰に言ったんですか、それ。それは、みんなの前で。みんなって誰？はい、4人の前です。え？ 4 人の前です。4人、競技？はい。3月21日の競技で。の後の、夜の、に集まった時に、片山副知事、小橋部長、当時部長ですね。人事課の方は原田部長から、その特定の産業労働部の職員のメールの調査の指示を受けたって証言されてたと思いますけど。そこは記憶ないです。してないと、覚えてますけども。それ以外に、はい、原田さんがこの文書の作成者の調査に関わったことあるんですか？いや、一応ですね、まあ、文書が、土日に、あったと思うんですけども、それの経過としてはお聞きしました。で、3月25日なんですけど、三班体制で、はい、元県民局長、それから他の職員2名も調査されてるんですけど、はい、これは部長はかかってるんですか？僕はかかってないです。これ事実ですか？はい。指示書とか、いうのが、報道で出てますけど、こういうの計画は誰がしてたんですか？そこは僕わかりません。いろんな要素出てきますね。いろんな要素出てきますね。指示書、あります。指示書。はい。見ました。うん。もう指示書の段、まあまあ、あんまりさっき言ってしまったんですけども、でも指示書の段階で西有馬県民局長が本腰であるということを彼らは分かって、でそれをどう追い込んでいくのかっていうことが、まあ、3箇所行ってるんですけど、3箇所行こうと したんですが、実はもうこの段階で、まあ、その懲戒処分、停職3ヶ月という懲戒処分ではないけれど、もう指示書が出てる段階で、西有馬県民局長の
局長としての職を解くっていうこと、実際日付がちょっとずれるんですけど、もうその段階で犯人探しをしているっていう、もうその段階で、こいつだっていうふうにして、もう変な話、もう有罪判決までもうそこで出てるっていう、そういう話の一端が今ここで出たということなんですね。はい、では原田部長、4月2日に人事課からこの文書の内容の聴取を受けたんですよね。それ人事課のそれ後輩職員ですよね。はい。なんて答えたんですか。多分人事課の調査の方に書いてあると思うんですけど、その経過を述べさせていただきました。聴取がないんですけど、聴取が。一個一個ですね、これはどうですかっていうことで聞かれました。そんなもん絶対やってへんわぐらいで済ましてないですか。いえ、そんなもんないです。コーヒーメーカーの返還なんですけど、これ、返還したのはいつなんですか ?3 月の27日。3月の27日。これなんで公にはきちんと、発表というか、我々にも伝えてなかったし、我々報道で知ったわけですけれども、なんでこっそり返したんですか。いや、文章を初めて見たときに、返却するのを失念しましたので、とりあえず早く返さないといけないって思って、3月27日に返しに来ましたけども、その後に、特に何かこう、報告する機会もなかったので。報告する機会もなかった?はい。はい。それで4月16日に、はい、報道出ましたよね。はい、で、この、取材なんですけど、おそらく読売新聞だったと思いますけど、これ取材はいつ受けたんですか?前の日だったと思います。4月15日。はい。時間はいつ、何時ですか?夜だったです。夕方から夜。午前中だとお聞きしますけど。そこはちょっと記憶ないです。すいません。おそらく4月15日の午前中だと思います。はい、間違いないでしょうか?そこはちょっとすいません。確認、今はできないですけど。それ知事に報告しました?取材を受けたって。知事。いや、取材を受けたっていうのは、報告した覚えはないです。誰かに報告しましたか?当時総務省の方に報告した記憶があります。記憶はある。はい。で、前に遡るんですけど、これ最後の質問ですけど、当初ですね、3月21日の協議 で、ご自身のこと書かれてたわけじゃないですか、はい、文書にね、はい、コーヒーメーカーのこと。はい、外形的には、今一応知事がね、受け取ってない。で、部長が受け取っていたということになってますけど、外形的には、その、知事の支配下というか、そういうところにコーヒーメーカーがあるということで、外形的には事実は、概ね一致してると思うんですけれども、その時になぜちゃんと部長が第三者機関で調べてもらった方がいいとか、そういうことを言わなかったのかなと不思議なんですけど、そういう進言はされなかったんですか?そこはしてません。全くしてない。はい。なんでですか?そこまで思いが至らなかったです。はい。それでは自民党お願いします。はい。藤田委員。常任会では、百条では答えるというようなことをたびたび言っておられます。そこでですね、お聞きしますけども、警察の事情聴取は何回受けられましたか?一回だけ。一回だけです。はい。はい。それは何と聞かれましたか?警察の方にですね、これは容疑をかけられての、事情聴取かというふうには聞いたんですけども、そうじゃないと。一応、今は大事になってるんで、事実確認をしたいということでお会いさせていただきました。で、経過をですね、一通り喋って、お話しさせていただいて、コーヒーメーカーを返却するつもりで、それを忘れていたということと、返したということを、おおむね。じゃあ、おおむねその時には、今まで言っておられたことと同じことを警察にも言われたということでいいんですね。はい。はい、それではですね、職員アンケートには、秘書課にトースターかコーヒーメーカーの空箱があったという記載がありました。で、コーヒーメーカーは秘書課で使われているという記載もありますが、これは仙石さんからいただいたもので、原田部長が依頼したということなんでしょうか。秘書課で使ってはないと思います。使っていないと思う。はいはい、確認されました。この後、時々、この県会議員からの質問ではメーカーの名前とか人の名前とか出さんとこっていう風になってるところの名前が出てきますので、すいませんがそこは頭の中でピーを
入れといてもらえますでしょうか。はい、あの多分メモが奥谷委員長の方から実名は出さないようにっていう多分メモが何度か入っているんだとは思うんですけど、ついつい言ってはります。僕物自体はあの私の部屋にもともと届きまして、それであの返すようにという指示があったんですが、私が返却を忘れてて、私の部屋の、まあ、前室のですね、秘書の後ろに最初置いてあって、その後、産業労働部の総務課の、まあ、作業部屋といいますか、打ち合わせの部屋にありましたので、物自体は全然動いてなくて、そのまま封も開けずに、あの、電源をつけたままで、私3月27日に返しに行きましたので、その物は動いてないです。はい、そのことはまた後で、確認、戦国さんにも確認するんですけれども、戦国さんに伺う前、会社訪問で、あ、もう、それは、しょうがないんじゃない。特定しないと分からない。会社に伺う前、訪問する前、事前に知事とは打ち合わせで何か話をされましたか？あの、21日の日に、あの、私先ほど言いましたように、名前知事に、いいですか？どうぞ。はい。21日の日に、あの、まあ、文書を初めて見たときに、あの、まあ、このコーヒーメーカー、倒産権については、あの、返却するのを失念しましたということで、それを報告した上で、あの、早いうちに返しますということは言っていました。いや、私が聞いてるのは、一番最初に戦国、メーカーに伺った時に、時のことを言ってます。8月のことです。あ、8月、はい、はい、はい。その時に事前に知事と何か打ち合わせはしましたか？そうです。それは、知事と一緒に行かれてますよね、原田さんが。はい。で、そのと、事前の調整で何か話がしましたか、はい、知事と。あの、その時は、奨学資金の支援事業の、まあ、意見交換とかですね、うん、まあ、いろいろと視察とかありましたんで、そういったことの。まあ、端的に言うと、商品の PR とかいうことについての話をしましたか。いや、それはしてないです。してない。はい。PR のために受けたということをおっしゃってますけれども、具体的に PR したという事実はありますか？いや、あの、結局、封も開けてませんので、あの、PR はしてません。PR もしてないということですね。はい、今まで訪問されたときに、いろんな、まあ、おねだりではないにしても、商品の提供を受けられてますけれども、その工場に行かれたときには、その商品を断っておられます。これには何か理由がありますか？その時だけ断っておられます。え？もう一度お願いします。その時だけ提供されようとしたのにからお断りになって持って帰っていらっしゃらないんですけども、それはなぜですか？ちょっと相談させてください。何を相談するんですか？質問の内容に誤導が含まれていると考えるからです。え、他の工場に行った時には物を持って帰ってるのに、うん、今回だけ断ってるのはなぜですか？この質問の前提として、他の工場に行った時には何、あの、全てもらってきていると、それが前提になっていますので誤導と考えます。まず質問2つに区切ってください。じゃあ質問を、じゃあ、はい、2つ。じゃあなぜその工場からはその電化製品を持って帰らなかったんですか？まあ、あの、その時はですね、あの、まあ、たくさんいましたし、あの、個人として、受け取ることを、まあ、あの、遠慮したというか、まあ、お断りになったっていうふうに私は認識しました。たくさんいましたしっていう意味を教えてください。あの、もともとですね、まあ、意見交換終わった後に、あの、まあ、たくさん報道陣とか、まあ、あの、他の人もいっぱいいましたので、で、その、メーカーのギャラリーみたいなところがありまして、で、その時に、実際、いろんな商品が飾ってありまして、その中で、一番新しい製品としてコーヒーメーカーが置いてあって、確か知事がですね、まあ、コーヒーメーカーを見てですね、あ、僕もコーヒー好きなんですということで言われたんですね。で、その後に、企業の方が、まあ、ぜひ使っていただきたいなという話で、まあ、そういう提案があったと。で、その後にですね、まあ、まあ、ギャラリーを見た後に、まあ、実際に帰るときに、車に帰るときに、まあ、皆さんたくさんいらっしゃいましたので、まあ、ちょっと個人として受け取ることは、持って帰ってくださいって言われたんですけども、個人として受け取ることは、まあ、適切じゃないよね、みたいな話になって、お断りになったというふうに私は
理解しております。帰りの車中の中であなたは、父から人前で渡すな、と、まあ、叱責されたと話したそうですけど、それは事実ですか？そう言ってないですね。それは言っとられない。はい。じゃあ、アンケートがデタラメだってことですね。それから次お伺いします。8月8日にお礼の電話をされています。お礼の電話を仙石さんにされましたか？昨日はありがとうという。8月8日訪問された後にお礼の電話をされてますか？その、8月8日が当日なので。8月9日ですか？9日、はい、行こう。向こうから、すみません、記憶をたどりましたんで、向こうからですね、電話があってお話をさせていました。その時に、産業労働部長室に送ってくれという話はどちらからされたんですか？すみません、その話なんですけども、まあ、ちょっとこう、今回に向けていろいろと記憶をたどっていく中で、当日ですね、知事を見送ってから、相手の企業さんとお話しする中で、まあ、もう一度、まあ、最初は知事は個人として、お断りしたと思うんですけども、まあみんなで、例えば職場で使ったりとか、そういう、まあ、PR になるからということで、じゃあもう改めて聞いてみますということで、それ、当日一回聞いてまして、で、ちょっと次の日にですね、改めて、トースターも送りますという話で、向こうから、ご連絡がありまして、なんかそこがちょっと、ごちゃごちゃになってまして、まあ、とりあえず僕のところに送ってくださいって言ったのは、当日の知事を見送った後に、そういったことを、でした。ここまでの話でいくと、まあ、コーヒーメーカー、まあ、その5万から10万のものなので、兵庫県警捜査2課も、まあ、そのぐらいのことで、その、動けるかっていうと、そのまま1円でもあかんと言われればまあまあそうなんですが、まあ微妙なとこだとは思います。これはね、そこはまあ僕もそう、僕がもし警官だったら、それはちょっとまあこの金額ではなというとは思いますけれども、これは私の脳内で見えてる話ですよ。つまり、その全然別件の話でで、コーヒーメーカーのその電家電メーカーへ行きましたと。で、みんなで話してたと。で、コーヒーメーカーだと。で、僕もコーヒー好きなんですよと。で、これはもう このワインの時と同じですよね。これ、上郡ワイン。またちょっとだけ残ってるんですけど、ちょっともう味が変わってきてしまったんで、もうあれなんですが、これと同じ話で、私好きなんですよと。まあ、まあ言いますわ。コボさん、コーヒー好きですよ。コーヒー好きですと。この間も、リスナーの方送っていただきまして、ありがとうございました。おねだりしてたわけでもないんですけれども、代金も支払わずに美味しく頂戴をしておりまして、ありがとうございます。社交儀礼の範囲だと思って、ありがたくいただいてますが。まあまあまあ、さ、言うでしょうけど、ただ、まあ、この人が日頃からどうしてるのかっていうね、カニいっぱい持って帰ったみたいなことがあるので、まあまあね、言われますやんか。ほんで、コーヒー好きですって、ああ、どうぞ持って帰ってくださいってどうも言われたみたいですね。トースターの話はまあ置いといて。で、そしたら、要は怒ったんでしょ。こんなもん、お前新聞記者もいっぱいいるところで、お前、俺がもらってかれるわけないやないか、お前、そんなことちゃんと事前に言うといて、コーヒー好きやって言うといたら、後から送ってきてもらって、それで家に使うっていうのは、もうそんなこと分かるのかって、真摯に受け止める知事さんがおっしゃった心の声が、みんなに聞こえてたんでしょうね。で、まあ、中には、それで個人で持って帰っていいんですかっていう聞くような、記者さんもいてはって、いやいや、そんなもん何をおっしゃいましたら、そんなもんもらえませんよ。そんなもん、個人としてもらうわけないじゃないですか。という話になったけど、まあ、このバカ殿様はそれ欲しいということなんだなと、メーカーさんもわかり、周りのお付きの原田産業労働部長をはじめ、秘書の人とか、そんな人らもみんな分かっとうから、ね、神戸弁で言わせてもらいますと、分かっとうから、なまあ後で送ってなという話に、でしかも知事が帰った後、ああ、こっちでちゃんとやっときますから、後で送っといてねと。ほんで、まあその次の日に
電話があった時に、ああトースターも送りまっからって言ったっていう話だと、まあ、私がこの百条委員会の昨日のここを聞いて、ありがとうファミリー劇場の原稿をフィクションで噂話を集めたような、ありがとうファミリー劇場ですを書くとしたら、そういう物語に書くわなという話です。あくまでこれは私の中の噂話を集めた中でのフィクションであり、登場する人物組織等は全て架空のものであります。引き続きお聞きくださいませ。はい、じゃあ次にお伺いしますが、返却の時になぜ自ら忙しいあなたが部下を連れて行ったんですか。その時何か話されましたか。まあ、一応ですね、まあ、そういうことで、僕もう一度聞いてみるということで送っていただきましたので、まあ、そういう経緯がありましたので、まあ、送り返す、まあ、普通に向こうからボンと送ってきてっていうことじゃありませんので、やっぱり僕はしっかりと、まあ、謝罪して、まあ、ちょっと受け取らないことになりましたということで、誤りに行くときに持っていこうということで、自分で持っていこうというふうに考えてました。で、当日はですね、まあ、持って行って、今の、総務課の副課長と一緒に持って行ったんですけども、大変申し訳ございませんと。で、本当にこう、知事からは、その後に、ある程度早い時期に返すようにという指示を受けたんですけども、私の方が、失念してましたということで、謝罪させていただきました。じゃあ次、お伺いしますけど、原田さんはこんなことを言っております。なぜ僕だけが企業からの贈答品を咎められなければならないのか。過去の産業労働部長は普通に企業からの贈答品を受け取っているのに、と発言されています。私のところに聞こえてきていますけれども、これは事実ですか？いや、それは言った覚えはないです。ありませんか、はい、記憶にないではなくて、全否定でよろしいですか、はい、過去、産業労働部長は企業からの贈答品をもらっていたという事実はご存知ですか？事実として。僕もですね、例えば、先行の、先行組合からですね、先行のヨーロッパに輸出するような、そういう線香を、まあ、お土産もらったりとかですね、河原の、名札とか、縦札とかですね、そういった、番書織のセンスとか、そういうことはもらったことがありますんで、そういうのをもらってると思います。歴代産業労働部長、もしくは産労働部関係の方は、ゴルフの好きな方が多いんですけれども、あなたはゴルフクラブをもらって、これは、を使っているということを公言したり、そのことを知っているってことはありますか？ありません。もらっていらっしゃらない。と認識いいんですか？僕ですか？はい。僕ですか？はい。僕ももらってます。ゴルフクラブ。はい。どこからも。はい。はい。はい。それはよく覚えておきたいと思います。次に、あなたの証言で、西播磨県民局長が懲戒処分になっています。その時のことについてお聞かせください。誹謗中傷メール、あなたがショックを受けたというのは何回送られてきましたか？1回です。1回。はい、メールではなくて、投書です。投書で。はい。はい。そしてですね、西播磨県民局長とは以前から面識があって同じ課におられたり、かなり親友だったというふうに以前は認識しているんですが、それは事実ですか？事実です。はい。それでは、あなたの言葉の中で精神的苦痛とおっしゃってますけれども、これはどんな症状でしたか？当時はですね、まだ匿名でしたので、誰が書いたかわかりませんけども、まあ、かなり私を、まあ、脅迫というか、抗議的に、誹謗中傷するような、メールでしたし、あと、まあ、まあ、能力を否定されたりとかですね、まあ、周りとの人間関係の話もありましたんで、まあ、実際、まあ、かなり、まあ、症状には出しませんけども、中では、内面的には、やはりこう、周りの人を、こう、なんですかね、信じられないというか、あいつが、俺のことこんな風に思ってんのかなとか、そういう風に、かなりショックを受けたのは事実です。それは本人が特定されてからでもそうですね。本人が特定されてからは、正直言うと、ちょっと、もっとショックでしたね。もっとショック。はい。著しい精神的苦痛。これは重篤な症状なんですけども、病院には行かれましたか？病院には行ってます。診断書がないんですね、そうすると。はい、何日間か休まれましたか？休んでません。で、それではそれをパワハラであったとあなたが思って、どこかに登録申請とか要請しましたか？
今回の件で、元局長のパソコンからこんな文書が出てきましたということで人事課の方に見せられまして、その時どう思いましたかということで、先ほど言ったようなことを人事課の方には申し伝えました。あなたの証言が4つの大きな、罪の認定に当たってて、そのことによって彼が懲戒処分を受けて、そして何かの影響でもって彼は自死を選びましたけれども、そのことについて今あなたはどう感じていますか？当然のことを言ったということなんでしょうか？どう感じていますか？僕はその文書をもらって、そのことをどう思ったかっていうのはお答えさせていただきました。それはまあやはりもう僕もそういう当初もうだった初めてですので、でまあかなり内容的にもいろいろと書いてましたし、で、まあ結局、元局長が書いたということで、まあ、当時も、まあ、その、もらった時期もですね、元局長とは、まあ、会えば、普通におしゃべりしてましたし、もともと上司部下の関係でもしたんで。現状においての今の気持ちを聞いています。ですから、その文書に対しての思いは伝えましたけども、まあ、局長が亡くなられた方のことについては何も申し上げてないですけど。はい、以上終わります。はい、他、自民党よろしいですか？はい。松本委員、はい。あと1分なんで2、3問で。どっち？もう時間過ぎますわ。じゃあ、医師の、はい、松本委員、はい。まず1点。先ほど、なんていうんですか、コーヒーメーカーの件ですけども、そこの企業から移動する際に、まあ、知事にこうやって言われたということに関しては否定されましたけども、それと同時にこれアンケートの中で、答弁調整会議の時に、知事が産業労働部長に対して、報道の方もたくさんいる中で受け取れないですよと。後で秘書室に送るように言ってくださいと。まあ、これは同活じゃないです。そのように発言をされたというのが、現場に、その調整会議におられたという方から複数回答で、証言があるんですけど、これは事実でしょうか？すいません、覚えてません。覚えていないと、はい。明確には否定できないということですね。覚えていないということですか？なかったと思います。明確に否定されますか？はい、わかりました。もう一点、これは、ちょっと観点、変わりますけども、先ほど冒頭委員長の方から、最初の協議に、原さん加わったということですけども、まあ、その後、人事課による内部調査が行われるわけですけども、これはアンケートの証言ではなく、職員の方から数人証言として聞いておりますが、その内部調査の資料を原さんが見られたという情報がありますが、内部調査の資料見られましたか？内部調査の資料見てません。見てませんか？明確に否定されますか？はい、わかりました。以上です。はい、それでは維新の会お願いします。はい、増山委員。先ほどですね、元県民局長の処分理由の中に関する資料にですね、令和4年5月当時職員局長であった原田部長へのハラスメント行為に関する記載があります。で、元西有馬県民局長は匿名で、原田部長の人格を否定する内容の文書を送付したとありまして、主な人格否定の内容としてですね、心を許せる仲間がほとんどいないのですねですとか、知事に信頼されていない局長ってもう終わっていますね、外見に似合わず小心者らしいですねというような記載があったとされていますが、これは事実ですか？事実です、はい。まあ、この受け取った時にですね、まあ、パワハラに当たるのではないかということで、どこかにこう通報というかされた経緯はございますでしょうか？まあ、匿名でしたので、どこにも通報はしてません。これは個人的に送付されたものか、もしくはいろいろなところに流布されたもの、どちらでしょうか？そこは分かりません。ご自身で、僕にはまあ、いつしか届いてませんので、そういうことは書いてませんでしたので、そこは私には分かりません。なるほど。まあ、今回の文書だと一番最後にこことここに送付しましたというような内容のところもありましたけれども、それについてはじゃなかったということですね。なるほど。今回の文書にも原田部長のお名前が記載されていて、まあ、匿名のものを前回もらったものにも入っていると。まあ、どうしてこのような文書が作成されたのかという思い当たる節とありますでしょうか？まあ、そこは僕も一番知りたいところですので、はい。まあ、今回2つとも元西有馬県民局長が作成したということが判明した
ということですが、他に、例えば、匿名の原田部長宛てのものというのは届いたことありますでしょうか。それは、その当時ということですか。まあ、これまでにと、これまでにですか、はい。まあ、最近はよく届くんですけども、あれまでにはあんまりないです。最近はよく届くって。このハラスメント行為にあたる文章には、他に、例えば公益通報にあたる内容というのはありましたでしょうか。に当たりそうな。何かもらっただろうとか、今回に書いてある。まあ、私の分かる限りでは、まあ、真実はないということでしたので、はい。わかりました。以上です。岸口副委員長。先ほど、冒頭からですね、警察の事情聴取という話が出ました。産業労働常任委員会でですね、部長がご答弁されたときはですね、私は後でネットで、見たんですけど、事情聴取ということはお使いになってなかったように思うんですけれども、それはどちらが事実なんですか。はい、まあ、警察の方とお会いしたときにもですね、これはまあ容疑を前提とした事情聴取かという話を聞きましたけども、まあ、警察の方からはそうじゃなくてと、まあ、事実確認、まあ、いろいろ話題になってるんで事実確認ということで、まあ、事実を教えてくださいということでお会いさせていただいたというふうに思っています。それは事情聴取ではないという意味なんですか。僕はそうではないというふうに認識しました。先ほどの当初の件ですが、当初の携帯が実はよくわからないんですけれども、まあ、封書なりで、部長の手元に置いてあったもんなんですか。いや、郵送で来ました。郵送でね。はい、わかりました。それから今回の、文章の中のですね、コーヒーメーカーの話であったり、パレードの寄付金、これは窓口は別の部署ですけれども、その背景にあるのが、信用金庫に対する補助金の話とかですね、パーティー券の話とかね、保証協会の関連で、まあ、そうすると産業労働部が関わっの部署が関わっているのがね、3つあります。で、この県民局長はいろんなところの噂話で、もう巷でかなり聞く話だというふうなことを証言されておられますけれども、部長、原田部長がですね、この間そういう噂話で一切お聞きにならなかったんですか。それともやっぱりその巷でそういう話が出てたんですか。まあ、私の場合はですね、前職が職員局長で、人事課も長かったものですから、そういう、まあ、人のことの、まあ、情報っていうのは入ってきますんで、まあ、いろいろと噂はなりは情報というのは知ってたこともあります。となります、この3件のね、噂というのは例えば産業労働部内だとかですね、県民政策会議の中とか部長会議の中とかですね、そういったところでは一切噂は出てなかったという。すみません、ちょっと限り、その噂というのは、人と人との関係ですよね。いやいや、じゃなくてコーヒーメーカーの受け取りとかですね、はい、パレードの、はい、はいはい、すみません、はい、そういう噂は なかったです。すみません、ちょっと僕勘違いしました。すみません、それからコーヒーメーカーのことなんですけれども、先ほど原田部長がですね、まず知事が現場で一度お断りになった。で、その後、まあ、再度翌日の電話で、相手方からですね、まあ、起訴といいますかの申し出があった、まあ、そこで、まあ、聞いてみるというふうにお答えになったわけですけれども、なぜそこでこう聞いてみるという返事になったのかがちょっと理解できないんですけれども。すいません、先ほどもご説明させていただきましたけども、実際に送まあ、もう一度聞きますということで送ってくださいって言ったのは当日の知事を見送ってからとなんですけども、それはですね、まあ、知事が就任以来ですね、兵庫ブランドの確立ということで、まあ、例えば兵庫県で内で作られたような製品であったりとか地場産品であったりっていうのは積極的に PR したいというふうに常日頃からおっしゃってましたので、そういったこともあってですね、まあ、改めて聞いてみようというふうに思いました。そうなりますとね、知事に対してですね、このコーヒーメーカーとトースターはね、
地場産品の PR になりますねということは部長から知事にはおっしゃられたんですか。そうですね、まあ、その製品自体はですね、その企業 の、まあ、看板商品でもありますので、まあ、そういった会話はまあ、その時工場見学もさせていただいてましたので、そういう中ではしたと思います。それから最後なんですけど、受け取ってからというか送られてからですね、返却するまで半年近く経ってます。で、確かに失念してたというのは誰しもある行為だと思いますけども、半年の間にですね、私らだって忘れてたことは時が経てば時々思い出すんですよね。でこの半年間ですね、このことを一切思い出さなかったのかというのはいかがですか。最初ですね、まあ、多分1ヶ月ぐらいだったと思うんですけども、まあ、部長室の前の前室の秘書の後ろに置いてある時はたまたま置いてあるのを見ましたんで、その時はまあ、早く返しに行かなかなっていうふうには思ってたんですけど、まあ、ちょっとこう廊下挟んで前の総務課の作業部屋みたいなところに行ってからちょっと物が見えなかったので、あんま思い出したことはなかったです。他の職員からですね、はいはい、これ一体何やとかですね、はい、事情が分かっていればこれ早く返さないかんのちゃうかって、そういう声は一切なかった、はい、そういう声もなかったですね。じゃあこのことをご存知やったのはもう部長のみということですか。いや、僕と総務課の総務係の人間は知ってました。総務係もう、はい、職員、部長室からその総務課の作業部屋に移してもらったのも、総務課の総務係の職員に移してもらったんで、総務係の職員は認識してたと思います。最後、まあ、お返しに行かれた時にですね、相手方の反応ってどんな反応だったんですか。正直、まあ、別にええのにみたいな感じでしたけども、まあ、すみません、そういうわけにいかへんのでということで、大変申し訳ないということで謝らせていただきました。それで相手方も理解をされたということですか。はい、分かりました、以上です。はい、じゃあ時間が来まして、公明党、はい、越谷。まず3月21日のその協議の場についてお伺いしたいんですけれども、集まったメンバーが知事のもとに、片山副知事、まあ、原田部長、公明党、小林部長のもと、公明党に変わってます。さあ、というメンバーが集まったと。で、そのメンバーが集められたことの意図っていうのはどういうふうに感じられました。まあ、その時聞いた話ですけども、知事から片山副知事の方が、こういう文書が、まあ、出回っているということで、それで、まあ、当時総務部長が小橋部長でした。で、もう3月入ってまして、内示後でしたので、新しい総務部長が猪本ということで、まずその2人が、まあ、呼ばれて、いろいろと話をしてたところに、まあ、産業労働部の内容が多いんで、私も呼ばれたというような感じになっています。そこの場で、まあ、知事の、状況というか様子っていうのはどんな感じで怒ってるとか別に冷静だとか。その後に知事とか、はい、みんなで入った時に、はい、私も、まあ、お前も中身下げるとこ多いから一緒に入れっていうことを言われたんですけども、その時には、まあまあ、どこだろうな、何の目的だろうなみたいな話で、比較的冷静には落ち着いてはお話はされたようには記憶します。で話し合われた中身としてやっぱりこれ作ったやつはけしからんから処分せなあかんなっていうような、その懲戒処分みたいな話題はその場では出てるんでしょうか。その時処分の話はなかです。とりあえず出どころとか、まあ、先ほど言いましたけども事実をちゃんと押さえとかいうみたいな話はされてました。なるほど。でこういう文書を作るっていうその動機としてですね、まあ、いろいろその副知事が片山さんが西有馬県民局に行って元局長にいろいろ尋問している中で、OB の一部に今の知事の首をすげ替えたろうかという動きがあるんだみたいな話をされてるんですね。そういう話題っていうのは21日のその協議の場で出ましたでしょうか。21日はそういう話はなかったと思います。21日以外では 出ましたでしょうか、まあ、そういう話は常日頃から噂としては聞いてましたので、噂として聞いていて、それでそういうやつらを何とかしないといけないなみたいな、 そういうのはないです。ないんですね。ただまあ噂として聞くっていうのは どこからどう、まあまあいろんなところからまあまあ知事がいいのかなというような話は聞いたことです。例えば知事とか副知事が いるときにそういう話題が出たことっていうのはあるんでしょうか。今副知事の前ではそんな話題になったことありますけど、知事の前ではさすがに本人を目の前にしてそういう話はないと思います。ないんですね、はい、でその時にじゃあ誰が疑わしいとか個人名っていうのは上がってたりするんでしょうか。
先ほど言いましたけど、21日の、知事の前で話をした後に、元局長ではないかという話はありました。で、それは文書を作成したということなんですけれども、はいはい、その OB の一部にっていう話の中に、誰じゃないかとか、その OB のとつながっているのが、現職では誰がいるんじゃないかみたいな、具体的な名前が上がってのそういう話し合いみたいなのはあったことあるんでしょうか。いや、OB とかそういうのはなかったです。そういうのはないですね。わ、はい、かりました。あとですね、パソコンを回収した中に、元原民局長のプライバシーに関わるようなプライベートの文章というかファイルがあったと。で、そのファイルがあったということ自体はご存知でしょうか。はい、そのファイルの中身はご覧になったりしてるんでしょうか。見てません。一切知らない。はい、中身は知らないと。中身は、知らないんですが、僕が前の職務の時に、それに似たような文章を見たことがありましたので、そういったことかなっていうことは思いました。はい、これもプライバシーの話なんで今回のことの本質の部分ではないんですが、パソコンを押収してそのパソコンから出てきたからそのパソ県民局長のパソコンが3月25日に押収され、全部合わせて8台押収してるっていう話なんで、これもね、文春とかは書いてない話ですけど、8台押収されて、そのうちの1台である県民局長のところのデスクトップに文書があったと、送りつけられてた文書とほぼ同じ文書があったということと、で、別途その公用パソコンにプライベートな内容が含まれていたっていうことなんですが、今原田産業労働部長がポロッと言っちゃったように、だからそのプライバシーの話っていうのはもう前から周りの人らは知ってたっていう話ですね。今回これで出てきて、今回私も含めて、私はもうその県民局長の存在すら知りませんでしたから、なんですけれども、知ってる人らはみんな知ってた話なんだというところが一つ、ポイントかなと思ったので一旦ちょっと止めました。公明党からこの後県民連合、だんだん時間は短くなってくるんですが、議席数の配分なんで、だんだん一人当たりの質問時間は短くはなってくるんですけど、大事なポイントがいっぱい出てまいります。引き続きお聞きください。それを見たことがあるというのは、元県民局長に関わるそういうファイルを見たことがあるということですか。はい、それは渡瀬さんのパソコン上で見たということですか。いい、打ち出した紙を見たことがあります。それはどこで見たんでしょう。その僕職員局長ですけども、職員局長の人事をする作業部があるんですけども、そこで何枚かですけども、それに今言われているような、それを思わせるような文章は見たことあります。で、週刊文春の、記事7月25日号によると、そういったプライバシーに関わる情報を持って元派県民局長を脅していたというような、記事があるんですけれども、そういった事実があるということはご存知ですか。僕この件以後はですね、元局長とは一切喋ったこともありませんし、脅したこともないです。いや、雨田部長が脅してなくても、周りの誰かがそのプライバシーに関わる文書を持って脅しているとか、元県民局長に対して何らかの圧力をかけるだとかってことをしていること、そういう事実があるということはご存知でしょうか。いや、私自身は知らないです。知らないですね。はい、で、その今申し上げた7月25日付の文春の記事に、もしあいつが逆らったらこの中にぶちまけたるねんと産業労働部長が言っているというある職員の証言が載ってるんですけど、これは事実ですか。私文書を持ってませんのでぶちまけようがないというふうに思います。ただ今、それに類推する内容は、その作業部屋でご覧になったことがあるっていうふうに証言してましたけど、先ほども言いましたように、私を、その当時は匿名でしたけども、攻撃率というか、誹謗中傷というか、いじめのような投書を受けてましたので、それについて、今回の件で分かったんで、ショックでしたし、そういう思いだったりとか、僕も渡さんと
昔から知ってますので、まあ、和田さんの一面、まあ、今報じられているようなこととは違う一面っていうのを存じ上げてますので、そういったことを、まあ、吐露したというか、そういうことはございます。今はまあそういうプライバシー的なファイルがあるということは知っていたということで、その情報はこの21の協議に集まってたよメンバーはみんな知ってるっていう。僕はその時は、その時には言ってません。わからない、そこは知らないと。いや、僕は別に昔それを見ただけ で、まあ、その文章自体は処分しましたんで、はい、すぐに。いや、わかりました。はい、で、だから、今回、パソコンをですね、県民局長のパソコンを押収しました。で、その中身にプライバシーに関わるようなファイルがありましたというのは、多分3月25日以降の話なので、21日ではないんですけれども、25日以降の打ち合わせの際にこんな情報が入っていたよということは、その21日集まってたメンバーを中心に共有されてた情報なんでしょうか。私の場合はですね、まあ、当初に、まあ、事実出どころだったりとかそういう調査に関わってましたし、あと、まあ、次長の退職が止まったっていうケースもありましたので、まあ、それでどういうことかということで、そういう情報はいただきました。入っているところ、はい、はい、ちょっと時間が、はい、ちょっと県民連合、はい、ごめんね、はい、竹井氏、はい、すみません、新田さんのですね、個別の内部調書が一切ないんです。4人組と言われる方のですね、個別のファイルがなくて、他の、文書に出てくる方はないんですけど、それをですね、人事当局者に聞きましたら、そんなことするわけないやろと。この一言でですね、入力がなかったということでないと言ったんですけど、そういうことを言われたんですか？いえ、疑惑に。について聞かれたら、そんなことするわけないやろ。4月2日にですね、井筒、すみません、職員局長の方から事情聴取を受けて、その後もですね、随時事実確認だったりとか受けましたので、まあ、電話なりあってですね、お話しさせていただきましたので、そういうことは言ってないと思います。そうですか、わかりました。それでですね、事情聴取、まあ、事情聴取というのは法的に決まってるわけじゃないので、向こうがどう言ったかどうか知らないんですけど、その警察から、まあ、問い合わせを受けるという、最初にその、いつ、そういう受けてほしいとか、いうようなことを聞いたのか、それ、誰から聞いたんですか？井本総務長から、県警の方から連絡があって、僕から県警の方に連絡取るようにということで、連絡を取らせてその時どう感じました？まあ、素直にもう連絡すぐ取ったので、取った時に、まあ、事実確認だけをお話したい、確認したいということでしたので、特にそれを素直に受け止めさせていただきました。それはどの場所で事情聞かれたんですか？場所は、姫路のホテルです。じゃあ次8月8日に戻りますけども、実はどちらがですね、コーヒーメーカー等を送るように求めたかって、これ実は2点3点してるんですよ。産業労働常任委員会、読売新聞、あとは内部調査ですね、どちらから求めたかという点を聞きたいんですけど、私ちょっと事実関係をしますと、そのショールームみたいなところに知事が立って、先ほど言われました知事が、私コーヒー好きなんですと言ったと。そうすると前方の社長が、いやいや用意してますと言ってコーヒーメーカーの箱を出された。そして、そのことをですね、先ほどこんなところでとかたくさんいるとおっしゃいましたけども、まあ、実際新聞記者おられたんですよ。それでそのまんま持って帰るんですかっていうのを随行の方に聞いたら、なんか原田さんと知事が話して、結局受け取らなかったというんですけど、その後ですね、知事は断ったということですよね。今おっしゃった、断ったのになんで原田さんとこ送ってきたんですか？その後に企業の方とお話しする中で、まあ、別に個人じゃなくても職場とかそういうところで使っていただければフィールもなるしという話があったので、じゃあそれは向こうから言われたことですよ、はい、今、はい、でそういうことで僕の方から、じゃあもう一度聞いてみますんで、僕は宛てにとりあえず送ってくださいというふうにお願いします。これが極めて不自然なんですよ。知事がそれ受け取れませんって言ってるのに、企業側がいや、やっぱり送りたいと。で、原田さんが自分の住所というか名刺かなんか渡されたんですか？もともと名刺交換してましたんで。で、原田さんのとこ送ってきた、はい、ということはもう向こうが知事が断ったにもかかわらず送ってきたと、こういう認識でいいんですね。ですから、その先ほど申したように、一旦その後で、まあ、企業の方とお話しする中で、まあ、知事は、まあ、個人で受け取ることを、まあ、ちょっと遠慮したような感じを受けたんだと思うんですけども、そういうことで、まあ、遠慮せんと
まあ、例えば職場とかね、そういうところでもみたいな話をお互いしましたので、そういうことだったら、まあ、先ほど言いましたように、まあ、そういう県産品の PR になるんじゃないかっていう、そういう思いを僕も持ってましたんで、それでもう一度聞いてみますと。いや、わかるんですよ。というのは、他のですね、いろんな県産品受け取っておられるじゃないですか。例えば松葉ガニの話出てますよね。これ少なくとも3倍受け取ってられるらしいんですけど、これ10万円超えてるんですよ。このコーヒーメーカーとトースト合わせても6万円なんですよ。だから金額じゃないと思うんですけど、なぜ電化製品を断られるんですか、知事は。そこはすいません、ちょっと。わからないですか。わかりました。じゃあちょっと広域通報に行きますけども、原田さんのですね、部下の方、これはメールをですね、1年間聴取を、1年間分をシステムの方が出して、サーバーのですね、1年間メール調査をしたということで、4名が産業労働部ということで、まあいろんな疑惑が、あの部署書かれてますんで、関係ある人はちょっとわかるんですけども、まあ信用保証協会、信用金庫とかですね、その補助金の度額とか、まあすごいわかるんですけど、22日ですね、実は、元県民局長と同じ日にメール調査された方が2人いるんですよ、この理由のわからない方。これがですね、原田さんとメーカーに一緒に返却に行った総務課副課長なんですよ。これ22日に調査しておいて、その5日後の27日にはですね、課長にも総務課長にも言わずに返しに行ってるんですよ。あともう一人がその部屋に置いてたっていう部長秘書の方。この二人のメールを1年間分調べるように総務部長に行って人事課長に行ってシステム。これ原田さんが指示したわけですよね。なぜこの二人を疑ったんですか？まあ、僕、指示したというか、その、出所っていう意味で、可能性があることで、その4名をお名前を挙げましたけども、その、今言われたように、誰が、こう、先に、なんか意図を持って先に調べたとか、そういうのは私は知りませんので。いえいえ、名前挙げられたから、そのまま4名調べられてるんですよ。実際、はい、それは証言、証人が承認しましたんで。はいはいはい、で、まあ、その、ある方が聞いたらですね、自分はそんなこと知らなかった。非常にショックだと言われたんですよ。多分今の方もショックじゃないですか。もう一人の方は調書で非常にショックを受けたと。自分が原田さんから疑われたことにショックを受けたって言ってるんです。それ別の方お二人ですよ。それ今もってその方にお前らの実はメールも調べたんやって言ってるんですか。いやいや、弁護士さんそんなとこ小声で言わないでくださいよ。それルール違反ですよ。アドバイス、それやめてください。これはなしですよ。それはなしですよ。そういう条件やってるんですけど。それ直接言うのやめてください。言ったんですか、その二人に。その二人っていうのは、総務課副課長と秘書の人。副課長には言いました。メールを前の1年分調べたんや、言って。発言するのやめてください。何をおっしゃってんですか。ちょ、おっしゃってください。何ですか。質問がね、長くて、前提がおかしなことが混じってるんですよ。これね、裁判じゃないので、我々も真相解明に、真摯に向き合ってるんですよ。それ答えてもらわないと困りますよ。ちょ、答えてください。部長。答えてください。ちょっと待って。もう一回、すみません。竹内にもう一回質問してもらっていいですか。二人ですね、例えば、不正なことをしている人の疑いがあるとしてメール調べられるって言うんでしたらまだ理解できるんですけど、今指摘した総務課副課長と秘書の方って何ら悪いことしてないじゃないですか。商品を受け取ったのを運んだとか自分のところに置いてたっていうだけなのに、なんで勝手にメールを1年間調べろって原田さんの情報をもとにやるんですかと。で、そのことをちゃんとお詫びするなり、お前ら関係なかったなとか謝ったんですかって、そういうこと聞いてるんですよ。副課長には謝っていました。秘書にはまだ言ってません。大体ですね、事実だったら、これ何にも悪いことないとおっしゃってるんですよね。そうでしょ。返し忘れたから処分を受けてんのに、なんでそんな22日に元県民局長と同時に、こいつらの分調べてくれって言ったんですか。同時に、すいません。同じ日ですよ。22日ですよ。たった文書の2日後に調べられてるんですよ、2人とも。可能性のあるもの。だから何を可能性あるんですか。いや、文書漏らしたんですか、元局長に、この2人が。いや、そういう可能性を考えたときに、候補は誰やっていうので、その4人を挙げたと。非常に自分のですね。その時は元局長って分かってなかったので。だけどもう名前出てたって言ってたじゃないですか。出てましたけど、
多分、いや、元局長分からずにでも、自分の部下とか親しい人間を疑うっていうことをしたんですか、そしたら。まあ、何も悪いことしてないんですよね。その受け取った秘書の人、何か悪いことしたんですか。その情報を知ってるっていうことを前提に可能性として考えたときに、その4人が、候補として挙げたということです。ということは、その文書に書いてあることは、これ真実やと。まあ、知事じゃなかったけども、自分は受け取っとったと。なんでこんなものを文書書いたやつが知っとったんやと。ある意味では真実相当性というか、あ、これ結構正しいんやな、そういう思われたということですか。そういうふうに思ってます。真実じゃない。いや、僕が受け取って会社は全部真実です。うん。そこはもう間違いない。そこはもう3月20日。そうです。それも、はい、言いましたので。それを自分の親しいやつが漏らしたかもしれへんって思ったんですよね。別に調べたと。悪意を持って漏らしたとか、そういうことじゃなくて、別にその情報としてこんなことあったよって普段の、例えば、それこそ、まあ、いろんな会で、そういうことを言った、言ったというか、まあ、そういう情報を持ってて、言う可能性があると、人として候補を挙げたということです。竹内さん、そろそろ終わって。わかりました。全体として、まあ、疑惑をかけられた人がですね、その、事実であるということをメールを勝手にですね、1年間も調べてですね、こうやって、疑いをかけられて、調べられた方は全く今もってなお調べられたことがわからないまま仕事をされてるって、私これありえないんですよ。それこそ東京地検特捜部も真っ青のね、調査だなと私は思います。それと最後にですね、5月、失礼しました。返却に行かれた際に、その返却された伝票がですね、当初送られた伝票は機械の印字だったと。返された伝票は手書きであったと証言している人がいるんです。違うじゃないですか。実は送られたものと、特にトースターは違うものが返却されたんじゃないかという、これアンケートにも結構多数の方が証言されてるんですけど、トースターについては、もらったものと返却したものが違うんじゃないですか。そんなことないです。はい。はい。それでは、共産党、正本委員、お願いします。はい。よろしくお願いします。3月21日ですけれども、まあ、知事は3月20日に告発文書が、を見たということで、21日に対応協議のために、まあ、繰り返しになりますけど、知事、副知事、小橋さん、猪本さん、ちょっとね、この共産党の人の話がね、なんかもう一つ、ごめんなさい、共産党を批判するんじゃないですけど、ちょっともう、なんかあれなんで、ちょっと早送りします。ごめんなさいね。原田さんが集まったということなんですけれども、まあ、それが事実ということで先ほどおっしゃいました。原田さんはどんな立場でこの協議、この対応協議って、このメンバーで対応協議するっていうことは、どんな立場で、それでどういう資格で参加されたんですか。最後に説明しましたけども、文書の中身が産業労働関係が多かったので、まず、それの、出どころとか事実っていうのを、まあ、どないやっていうことで、それを確認するために呼ばれました。はい。はい。いいですか。誰が書いたんだっていうことをもうすでに20日21日では動き出してるんですけど、ですから副知事とか小橋さんがその誰なのかっていうことは、まあ、ともかくこう、まあ、処分との関係では、まあ、資格があるっていうのも変ですけどあるかなと思いますけれども、当時の猪本さんは県民生活部長だし、原田さんは産業労働部長だしということで、この対応協議っていうのにものすごく違和感、そのメンバーに違和感があって、よなんかこう、まあ、牛タンクラブかっていうふうにみんなが言ってるっていうふうになると思うんですけれども、なんかどんな協議をされたのか。21日の日は、文章を見ながら、先ほども見ましたけども、僕は、実際、こういうメーカー、まだ返しませんでした、すいませんということで、喋りしてましたし、まあ、そういう、ちょっと事実というか、そういう話をしまして、で、まあ、情報出所ですね、この出所というか、それは、そこにちゃんと調査しようということで、まあ、そういう話になりましたので、まあ、その時点で、その処分どうのこうのという話は、まだ出てなかったです。はい。結局、懲戒処分になったんですけど、この真実相当性がないと判断されて、懲戒処分になったということなんですけど、もうすでに21日の時に、コーヒーメーカーについては、原田部長が、受け取ってましたと、返しはされてるってなったのかですね、それだけでも真実相当性というのがあるわけですよね。それが結局その時にこれ本当の、まあ、返しそびえてるのがあるかもしれないけど、これ事実がちゃんとありますよということで、この中身そのものをきちんと調査するっていう話にはならなかったんです。中身その調査、中身の方っていう意味での調査にはならなかったです。あと1、2問で。それではコーヒーメーカーなんですけど、これは企業側が贈呈しようとしたのかっていうこともあるんですけども、このコーヒーメーカーについては、いろんなアンケートの回答で、空き箱があったとか、それから使っていたの見たとか、もう非常課においが使ってたんじゃないかとか、トースターは知事が使っていたのではないかっていうふうなこともいっぱいなんか複数あるんですね。それで、特にマスコミがいる前でもらえないだろうと知事が言われたと、原田課長自身が他の職員に言ったっていう、先ほど誰かも言ってましたけど、そういうアンケートの証言もあるんですね。ですから、それは先ほどはそんなこと言ってないとおっしゃいましたけど、その証言が嘘だということです。僕言ってません。では繰り返しになるかもしれませんが、送っていただいたものと返品したものが違うという証言もあるんですけど、それと
1個じゃなくて2個もらったんじゃないかというような証言もあるんですけど、事実はどうなんですか。あのコーヒーメーカーとトースター1つずつ、ま、届きまして、それを5分もかけてませんし、燃料もつけたままそのまま会社の時もそのままの状態でお返しに上がりました。コーヒーメーカーもトースターも、はい、あの産労にあったということですか。はい、ありました。確かですね。はい、はい、じゃあこの後最後、丸尾さん、3月21日ですね、この会議で主導しているのは誰でしょうか。片山さんですか。まあ、主導というのがちょっとあれなんですけども、司会だとか提案だとかを主にする方、まあまあ、基本的にはその時はあの総務長が小橋総務長でしたので、総務長が、あ、まあそういう意味では進行役というかそんな感じだったと思います。はい、プライバシー情報についてということです。で、あの情報については、あ、どんな場で、いつどんな場で誰から聞きました。どの情報ですかね。プライバシー情報、県民局長のパソコンに入ってたプライバシー情報、まあ、ちょっといつっていうのは覚えてないんですけども、もともと25日に、まあ、こういうパソコンを押さえに行って、こういう話があって、で、まあ、それの関連で、産業労働部の次長の退職を止めるっていう話がありましたので、その時に、お話を聞きました。誰から聞きました？ちょっと誰から覚えてませんね。人事課の方から聞きました。はい、そういう名前わからないですね。はい。はい、中身は言わなくてもいいですけど、中身の話はありましたか？簡単で大まかな話は聞きました、はい、でその個人情報ですから、その取り扱いについては注意した方がいいというような助言はしましたか。もともとですね、何かの処分とかそういうことに関しては人事課がいろいろと進行、まあ、指揮しますけども、各部総務が大体、まあ、手足なんて動くっていうパターンですので、まあ、今回の場合次長が絡んでましたので、私の方に直接そういう話がありましたので、そういうことは認識のもとでやらせていただきます。個人情報保護法としてはですね、行政機関においても個人情報の取り扱いを定めてて、個人情報の保有の制限だとか利用の制限をかけてます。で、産業労働部長がその情報を持つことでも含めてですね、特定された利用目的に外れて、個人情報を持つということは個人情報保護法の第63号不適正な利用の禁止に違反する可能性がありますが、いかがでしょうか。僕が持つことを言いたいですか。はい、はい、第60人事課ではないあなたが持つことが個人情報保護法違反になる可能性があると思いますが、いかがですか。そこは認識してません。はい、非常にここは危うい話だと思ってます。それからコーヒーメーカーの話ですけど、過去にその記事が何か受け取ったことがあるから、先ほどもありましたけど、受け取るだろうと推測して受け取ったんじゃないかというふうに思うんですが、いかがですか。先ほど見ましたように、知事当初から、メイドイン兵庫っていうか、兵庫のブランドを高めたいという話で、そういう兵庫で作られた製品だったりとか、地場産品っていうのを、積極的に PR したいということを言ってましたので、そういう意味では受け取っていただけるっていうような可能性はあるというふうに思ってました。アンケートの中では記者にこれもらっても大丈夫なんですかって言われて受け取りをやめたとも書かれてますが、いかがですか。そこが影響したかどうかは私には分かりません。はい、はい、じゃあ最後は松本委員、これで終わります。はい、先ほど内部調査の資料に関しては見てないで、こちらへの質問に見てないけども内容は知ってる、最初に関わっていたので、情報を提供された。で、今マロン委員の質問に対して、人事課から聞いた。これ非常に大事なところなんで、人事課誰かわからないじゃなくて、これ情報漏洩ですよ。だからもう一回しっかり思い出してください。誰からその情報を聞きましたか。ちょっとすいません、いろんな人事課とですね、そういう話をした中で、やったと思うんですけど、上の方の人間やったと思います。上の方の人間というのは、具体的に多分人事課の方とそんなたくさんの大勢の方と話されることないと思うんですけども、人事課長とか副課長とか、ああいう、あの辺がいる場で聞いたと思います。それはどういう状況ですか。いる場というのはどういう状況でしょうか。いや、ごめんなさい、これね、保護法違反ということもありますが、それ以前に今回のこの内部調査の情報漏洩の問題だとこれは思います。なので非常に重要なところなので、しっかり答弁いただきたい。
すみません。ちょっとすみません、思い出せないですね。すみません。はい、分かった。誰がそこへいたかもう一度言ってください。はい、誰がそこにいました。確か、すみません、あやふやですけども、はい、おそらく人事課長、副課長ぐらいだったと記憶はしています。すみません。ということでは、だから人事課長か副課長からその情報をいただいたという可能性が極めて高いということですね。まあ、すみません。はい、ちょっとこれで、はい、すみません、これで終わります。はい、原田承認におかれましては、ご出席ありがとう。はい、以上9月5日昨日行われました、午後に行われました原田産業労働部長に対しましての百条委員会の尋問を聞いていただきました。こちらでございまして、その中には嘘も含まれていたということで本日訂正が行われるということでございます。で、すでに10時を回っております。10時から片山副知事の尋問が行われておりますので、引き続きこのチャンネルでそちらの様子を聞いていただきまして、そしてその中に嘘が含まれているかどうかということをチェックするために、3月25日、西有馬県民局で行われました片山副知事と人事の担当者が西有馬県民局長を詰問していくという、その内容を私聞いております。48分10秒間緊迫の会話内容ということ、これアーカイブでは分離してお届けをいたしますけれども、非常に重要な内容ですので、まず今進んでいる片山副知事の尋問を聞いていただきまして、その後大事などこにも出ていないその48分10秒間の内容についてお話をしていこうというふうに思います。では一旦アーカイブではここで分離いたしますが、生配信は引き続きお届けをしてまいります。